ちなみにメンバーはずっと一緒に下積みしてたメンバーがそのままグループになったんですか。そうですね。はい、なんかそれもいい話ですね。ドラフトみたいなわけじゃないんですよね。そうですね、違いますね。だからなんかただまあ難しいのが、うん、その芸人さんとかバンドとかと違って、はい、仲いいから一緒にやろうっていうわけではなくて、うん、言われてこうグループにまとまるんで、うん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 、仲良しグループとまたちょっと違うんで、うん、また難しいところではあるんですけど、はい、メンバー仲良かったんですか。あ、でも仲良かったですね。なんか世間的には仲悪いみたいなイメージが、うん、なんか僕もそういうイメージがなんかあるんですよ。どでもなんか本当の意味で友達っぽかったのかもしれないですね。そういう意味ではなんか変にベタベタもしないし、普通にまあ10代だったんでなんかまあぶつかることがあれば胸ぐらつかみ合ったり殴り合ったりみたいなこともあるみたいな感じだったんで、なんかで俺の中で彼ら以外とグループやることはもう考えれなかった。あ、そうなんですか。へえ、そんだけ信頼関係あったんですね。そうですね。だからもう仕事仲間としては多分一番だったのと思いますね。頑張って更新するんで皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。おつじる。